はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回は大幅に強化されたタイプ25をご紹介させていただこうと思います。よろしくお願いします。で、今回の元ネタとカスタム提供なんですけど、僕がお世話になってて、そして同じく YouTube 活動をなさっているじゅんじゅんさんに教えていただきました。じゅんじゅんさんの YouTube チャンネルと Twitter は概要欄に載せておりますので、私まだ見てへんねんって方々はぜひポチッと飛んでみてください。ではお話に戻ります。今回教えていただいて実際に使ってみたんですけど、まあ強い。昔のガンスミス始まる前はタイプよく使ってたんですけど、もう最近は全然使ってなくて、でカスタム教えていただいて実際に使ってみたらびっくりするぐらい時計早かったです。近距離 AR でもかなり人気のあるピースキーパーもあるんですけど、このタイプ25個とタイプも今回アップデート強化されてからかなりいい感じです。今シーズンの接近専用の武器は SMG とかでも良かったんですけど、僕はもう間違いなくこれ使います。実際にどのぐらい変わったのとログイン画面前にタイプについて詳しく書かれており、こんな感じでした。元々の武器の連射速度が大幅に向上、さらに腹部へのダメージ量もかなり上がってました。このゲーム基本的にキル速はダメージの高さもそうなんですけれども、結構連射速度に依存するイメージがあって、例えば MSMC やフェネックとかを見ているとやっぱりキル速がかなり速いです。数値的に比較すると AR の中でもトップの連射力を誇るソードフィッシュとほとんどの変わらないくらいの高さでした。そんな中で連射速度の向上、さらにパワーリロードのダメージ量増加に、そしてリロード時間が遅くなるデバフを消去と、なかなかぶっ壊れてます。じゃあどのぐらいキル速が速いのってなるとこんな感じでした。ランク帯の影響もあってそこまでベストなショットは少ないと思うんですけど、実際に使用感としてはかなり満足できるレベルでした。それではお待たせしました。今回のカスタマーこちらです。パラメーターは全て腰打ちに振っております。レーザーやマズルだけじゃなくアンダーバレルのマーク4グリップにも付与されている腰打ち性能向上もつけており、これで腰打ちに思いっきりパラメーターを上げておりました。残りは早技でリロード速度を向上させており、これでほぼ2秒でリロードが可能です。ただ正直弾数30発で腰打ち仕様の武器、そしてレートが速いとなるとリロード速度が2秒ってかなり遅いんで、ここはレア度にもよるんですけど拡張モッドをつけることで大幅に軽減することができます。そして一番の要のパワーリロードです。以前のタイプはパワーリロードつけてもそこまでダメージが上がらなかったんですけど、今回から大幅に向上されており、さらに連射速度もものすごく上がっておりました。アップデート来る前は79やったのに今は86まで向上しております。弾数は通常30発なんですけど拡張モッドをつけてそれでさらに弾数を増やせるしリロード速度も上げることができるんで最優先で取っていきたいところです。おすすめのモッドは拡張長射程腰ダメブーストの3種類です。長射程の紫以上になるとこちら最大で66まで伸ばせるのと、金の長射程でヘッシュを入れたら一発47とものすごく大きなダメージを叩き出せるし、しかもこのレートです。腰打ちにパラメータを振っているんで基本的にはスコープを除いてエイムしていくよりも中距離以内で腰打ちをメインに僕は使っていきました。実際にエイム打ちしてみるとやっぱりリコイル制御にちょっと癖があって横への反動もまあまああるんでちょっとやりにくいかなって感じです。まあ体感的には 20m ぐらいまでなら的、まあ敵ですね、エイムしたら大きく見える方なんでそこまで当てにくいわけじゃないんですけど、やっぱ 30m ぐらいになったら距離減衰も入るしちょっと操作が難しいかなって感じました。で距離減衰に至っては実際に検証してみるとこんな感じでした。5m から 10m の間でこのカスタムは距離減衰が入っていきました。まあ、この辺りは長射程モッドをつけてカバーすればいいのに問題ありませんし、弾数も通常30発なんですけど、これもモッドで補っていきます。リコイル制御は左右に細かくブレながら右上に上がっていく感じなんでちょっとやりにくいと思います。実際に近距離でエイムしたら問題ないんですけど PK みたいに横へのブレが気になるんでやっぱり腰打ちの方が扱いやすかったです。いかがでしたでしょうか。アップデートが来てからまだ1週間と経ってないんですけど他にもいろいろ強化されている武器があるんでまだまだ楽しむ幅が多そうやと思います。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、 Twitter フォローお願いいたします。そして今回かなり強いカスタムを教えていただいたじゅんじゅんさんに心より感謝いたします。ありがとうございました。